今日は最近ガミちゃんがハマっている簡単一品料理を紹介するブー。材料は椎茸、シーチキン、とろけるチーズ、マヨネーズ、めんつゆでできるんだって。できるんだブー。少ない材料でできるんじゃの。それではクッキングスタートじゃ。椎茸の軸を取っていきます。シーチキンにマヨネーズを一周とめんつゆを少しやっていきます。椎茸にシーチキンをのせていきます。とろけるチーズをのせていきます。オーブンで焼きます。首を長くして待ってるよ。完成。じゃあ熱々のうちにいただきます。うん、うまい。これはシソ1枚が入ったバージョンだブー。シソを入れるだけで格段に美味しくなるそうだブー。みんなも作ってみるといいじゃろう。それではまた次の動画での。バイ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 。